メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いや、もちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。ライオンズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の伊藤。打順は7番ウィーラー。まず何を投げてくるか。打ちました。外崎、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウト。メットライフドームからお送り。インサイド空振り。さあ2球目は何か。ボールになります。低め外れました。インコース決めてきた。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。これが5球目。ああ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。フルカウントです。さあこれで決まるのか。先頭バッター歩かせました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね。初球は何から入ってくるか。送ります。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。打順はトップに帰って、もうまずはアウトコース。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ次はボールになってもいいくらいの気持ちで、思い切ってインコースの厳しいところを突きたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。見逃して三振です。ツーアウトになっています。バッターボックス島内。さあまず1球目、初球ボール。次が2球目、変化球タイミング合いません。まあここはバッター甘いボールを待っているはずですね。はい、絶妙のコントロールですね。はい、変化球が決まっています。
追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。小宮山さん、リード最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあどう来るか。スライダー外れます。さあ3球目は何か。見送ります。これが4球目。インコースファウル。さあ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。スリーボールツーストライク。これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。最後は低め、これには手が出ませんでした。いいとこ投げてきますね。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。これが1球目。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。いいボールでしたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ライト方向を流しました。一気にライトへ。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッター外から入りました。できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあ引っ張った。高いバウンド、ファーストゴロ、セカンドフォースアウト。バッターボックスは6番渡辺。これが初球、ファウルになります。打ちました。ピッチャーゴロ、一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。残念ながら西武ライオンズ敗れてしまいました。西さん、相手エースを見事途中崩したんですが、残念ながら白星につなげることはできませんでした。いかがですか。まあ打線はね頑張りましたけどもね、まあ最後もう一息でしたね。選手たちも悔しいでしょうね。勝ったイーグルス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のライオンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。